サボンデシエスタでは、12月22日まで、ギフト展という1年頑張った自分への贈り物を贈るように選んでいただきたい素敵な作品をご紹介をさせていただく、展示を開催させていただいています。そこで、今日はその中で本当素敵な作品をご紹介して届けてくださっている、玉木二位目の山下さんと谷口さんとちょっと作品の魅力について、おしゃべりをしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。改めて、山下さん谷口さんちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、まずそしたら自分からいきます。はい、玉木任務の山下と言います。そうですね、ものづくりを、中心に仕事をしてて、ニットや、あと、ニット以外のものもパターンからいろいろやったりしています。はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、谷口さんもお願いします。はい。玉木任務、僕もものづくりの方の、谷口と言います。オリチームで、もう折る方でものづくりをしたり、はい、開発したり、はい、機械の整備も勉強しながら、最近は糸を引く綿を糸にする紡績の方もちょっと掛け持ちで始めさせていただいてます。じゃあもう本当に玉木二位目のものづくりの要にいらっしゃる今日は山下さんと谷口さんにちょっと話をねお伺いできるのをとっても楽しみにしています。で、玉木二位目のねフォロワーの方もたくさんご覧になっていると思うのでちょっと簡単に私も自己紹介させていただいてもいいですか。はい、はい、私はサボンデシエスタの月柴と言います。普段は、札幌に、石鹸を作る工房とお店を持っているんですけれども、普段スキンケアのアイテムをご紹介しているんですが月に一度いろいろな作家さんの、作品をご紹介する企画展をさせていただいていてもう玉木二位目の作品はなんともう10年を超えるお付き合いをさせていただいております。本当にシエスタのお客様にも玉木二位目のファンの方がとっても多いので今日はちょっとお話をお伺いできるのを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまず、玉木二位目ねシエスタのフォロワーの方初めてね知る方とかも多いと思うのでまずどんなねブランドかちょっとご紹介をどこでものづくりをしているかとかちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、玉木二位目ですけども、はい、兵庫県の西脇市っていう播州織っていう織物の産地でものづくりをしています。で糸のさっきまあ今年からなんですけども、うん、糸の紡績で染めで織り編み縫製もう全て一貫して、うん、意識一貫したものづくりを一つの場所でやってましてそれであとは柔らかさにこだわった一点物を作るっていうものづくりを続けていってます。で今年で20年目になります。ブランドおめでとうございます。はい、直接見に来てもらったら周りにコットンの栽培の畑もあるし、うん、動物もあるんで、うん、思ったより来てもらったらびっくりできると思います、うん、本当に、はい、玉木二位目のラボは兵庫県の三宮から車で1時間半ぐらいですよね。そうですね、はいはい、ところにある本当に素敵な場所でものづくりの本当に一から見れるでそして出来上がったものを選ぶことができるっていう本当にすごく素敵なブランドですしあとはやっぱりその着心地の良さにシエスタのお客様も本当に心を惹かれる方がとっても多くって、はい、さっき山下さんが肌触りって言ってたんですけど、はい、本当にね柔らかい気持ちがいい私は赤ちゃんの肌に触れるようなショールですっていうふうにお伝えをするんですけど、はい、すごくね気持ちがいいショールとかをお作りされています。そうですね、はい、でその中でも今回もうシエスタは本当に年に2回必ず玉木二位目をご紹介させていただいている中で初登場になるこのアルパカシリーズっていうのを今回のギフト展ではご紹介をさせていただいています。はい、はい、でアルパカシリーズって普段は冬だとウールを使うじゃないですか、はい、玉木さんでもそうですね、そのアルパカっていうちょっとこう特別なラグジュアリーなシリーズがこう参加、はい、出来上がったっていうのをちょっとその背景を教えていただいてもいいですか。
はい、アルパカを、スタートさせたのが、まあ、自分たちアルパカと一緒に普段生活している中で、その、はい、そうなんですよ。で、まあ、やっぱりウール、まあ、羊も飼ってて、そのね、羊とアルパカのこう性格の違いとかもなんか普段の生活の中で見れたりして、うんうん、でそのアルパカ飼ってるアルパカっていう糸がどういうものかっていうのを、うん、知った上でちょっとこう、うん、作品化して糸を使いたいっていうのがありました、うんうん、で去年からちょっとアルパカを使ってるんですの作品をちょっと少しなんですよ作り出して、で今年で2回目になります、うん、いつもと逆なんですよね。あと、うん、コットンだったりウールだったりって、うん、今作ものづくりをしてて、うん、その素材のことをもっと知ろうってコットンの栽培して、うん、羊さんを飼い始めてしてたんですけど、うん、うちの作品を作り始める前に、うん、アルパカさんがやってきたっていう、うんうんうん、生活して一緒に生活しているアルパカさんのことを自分たちも研究、うん、勉強しながらお客さんにも一緒に発信して一緒に伝えていこうっていう、いつもとは順番とは逆発信のアルパカチキンです、うんうん、ね、だから本当に玉木に夢っていうのは本当に面白いなと思うんですけど、そうやってこうただ物の紹介だけじゃなくって、その例えば動物だったらその動物の子たちがどういう生活なのかとか、はい、そういうことも踏まえた上で物作りに生かしてるっていうのが本当に素敵なブランドだなって思ってます。で最近アルパカの赤ちゃんも生まれたんですよね。そうなんですよ、生まれたんですよ初めて、初めて、はい、初出産、初めアルパカは初めて生まれました、うん、すごい、はい、またその赤ちゃんをインスタで拝見するのもね楽しみにしております、はい、ね、でそうやってこうアルパカ の今回は例えば羊とアルパカの、まあ、性格、はい、動物としての性格っていうところからスタートしていると思うんですけど、実際に出来上がったお洋服はウールとアルパカってどういう違いがあるんですか？ですね、アルパカは、うん、まあ、自分、まあ、ウールも着るしアルパカのウェアも着るんですけど、うんうん、まあ、やっぱりね作ってて、まあ、着て作って思うのは、うん、やっぱりウールよりも、うん、ふわっとしたこう柔らかさと、うん、あとツヤ感で、うん、軽さ、うん、で上品ななんか質感がありますね、うんうん、はい、すごいわかります。実は今日私も、はい、着させていただいているのがアルパカのショールとそれからワンピースですね、着させていただいているんですけど、私玉木に目のストールは本当に大好きで、ウールのストールたくさん持っているんですが、このアルパカ巻いた時にウールと全然違うのびっくりしました、うんうん、なんかそう、すごいウールも軽いんだけど、アルパカはもっと軽くって、はい、なんかこう空気をふわっと巻き込むような、うん、なんかすごくそんな感じがするのと、肌触りがめちゃめちゃ気持ちいいですね、これね。そうですね。ね、本当に、はい、うん。なのでこれはね、ぜひちょっと皆さん実際に手に取っていただくと、このね気持ちよさが伝わるかなと思います。で、この、ウェア自体、はい、ウェアもウールのウェアもすごく柔らかいんですが、はい、アルパカのウェアはもっと柔らかいのと、本当にちょっとこうツヤ感があって、うん、こう大人の女性が上品に着れる、ちょっとラグジュアリー感もありますよね、うん、ありますね、うん、はい、なのですごく私おすすめなのは、はい、例えば結構セットアップとかおすすめだなと思っていて、はい、このワンピースの下とかにこういうパンツを重ねてこう着ていただいたりとか、はい、なんかこう大人の方がぜひ着ていただきたいなっていう風に感じるお洋服ですね、うん、はい、ぜひ、はい、で今日は谷口さんとか山口さんはアルパカシリーズ着てます？それ着てます、はい、僕、うん、今フルでアルパカのワイドパンツ、うん、とおからフワオールにショールで、佐藤です、こんにちは。こんにちは、おはようございます。おはようございます。佐藤さんも来てくれてる、はい、パンツ履いております。佐藤さん何パンツ履いてますか？それワイドワイドパンツ履いております。 ね、ありがとうございます。で今回シエスタでもすごくいろんなアイテムご紹介させていただいていて、ちょっと並んでるアイテムご紹介しますね。まず、はい、フワティーオールですね、はい、
あ、違う違う、ふわティーロングが、黒とそれから白、ご用意をさせていただいています。はい、で、長袖のタイプのふわティーオールっていうのもあったんですけど、はいはい、ふわティーオールはもう昨日初日だったんだけど初日で全部完売しちゃって、あ、そう、すごいタイミングでありがとうございます。ちょっとねもうなくなってしまったんですね。で、ボトムが今谷口さんも履いてくださっているこれワイドパンツですね、はい、の黒とそれから、タルンパンツですね、タルンパンツの黒をご用意をさせていただいています。はい、で、白もあったんだけど、白はちょっとね、はい、こちらも初日で完売してしまって。はい、ありがとうございます。はい。で、あとストールが、黒がご用意があって、白はちょっともう完売してしまったんですよね。はい、で、あと、カーディガン。で、今日カーディガンはどちらか着てますか？カーディガンです。はい。はい、カーディガンのアルパカシリーズと、それから、セータータイプの、はい、ね、アルパカシリーズもご用意させていただいています。はい、ありがとうございます、はい。ね、ニットタイプも、実際に普段のウールと、はい、それから、こう、ちょっと着心地とかはどうですか？やっぱりね、やっぱり違いますね。しな、こうなんかしっとりしてるし、うん、柔らかさがある。で、あとやっぱりあとは糸の表情がウールと全然違ってて、うん、なんか独特なね、なんかこう表情があるんですよ、うん、なんかこうまっすぐじゃないというか糸自体が、うん、編んでみるとすごいこうボコボコするというか、うん、面白い表情になりますね、うん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 、ウールにはない表情です、ね、うん、なんか今回はぜひウール、玉木にめのウールをお持ちの方たくさんうちのお客様もいらっしゃるんですけど、うん、ぜひそのアルパカシリーズとの違いとかも、はい、感じてその魅力を、ね、手に取っていただけたらなって思ってます、はい、で、ちなみにこのアルパカシリーズお手入れ方法はどういうふうにしたらいいですか？お手入れはですね、うん、ドライクリーニングおすすめしてます、うんます。はい、じゃあお家で洗うよりもやっぱりこの風合いとか、はい、この柔らかさをちょっとキープするのに、はい、まあ、お洗濯はクリーニングに出していただいた方が、まあ、長く気持ちよく着ていただけるってことですよ ね、はい、なので皆さんお手入れはちょっとねクリーニングでお手入れしていただくといいかなと思います。はい、で今回いろんなねアイテムが並んでるんですけど、山下さん谷口さんのそれぞれのおすすめアイテム1点ずつお気に入りアイテムって聞いてもいいですか？はい、ね、うん、自分は、うん、やこのカーディガン、うんうんうん、ハニットですね。ハニット、うんうんうん、はい、本当に他のウールのニットとはまた違うちょっと、うん、やっぱり糸がすごく上品だったので、うん、デザイン自体もシンプルにしてるんですけども、うん、そのシンプルな中にもなんか自分なりの面白さ、玉木新芽なりの面白さっていうのをちょっと詰め込んで、うんうん、よく見てもらうと、うん、編み柄がこう2つ入ってたりするので、うんうんうん、ちょっとそういったところも見てもらえたらなと思います、ね、はい、シンプルだけどちょっと、うん、編み柄に凝ったっていうところですね。素敵、ね、ありがとうございます。はい、谷口さんのおすすめは？僕も今着てるんですけども、うん、ブアオールが僕すごいおすすめで、うんうん、普段からいろいろコットンとかウールとかいろんなブアオール着てるんですけども、うんうん、このアルパカがやっぱり、うん、すごい着心地よくて、うん、本当にあったかいです。うん、すごい男性の方がそのフワオール着てもすごいかっこいいですね。あ、そうですね。谷口くんよく着るな。あ、よく着てますわ。うん、はい、ちょっと新鮮でした。すごく素敵。あ、うん、うん、でフワオールに今、はい、ロングパンツ合わせられて。そうですね。ロングでもいいし、うん、リパとかで、うん、下はシュッとすぼめたりしてもすごい。うん、飽きやすくて、うん、でまたこの黒い色がすごくなんか真っ黒すぎない感じのすごくニュアンスがある黒だからとても綺麗ですよね。あ、そうです、うんうん、ね、うん、ありがとうございます。はい、ちなみに手入れの時の感じの話なんですけど、うんうんうん、僕は実は誰よりも早くサンプルを作ってたので、はい、去年から1年ぐらい、はい、実は着用をたるんとかさせてもらってたんですけど、うんうんうん、
結構ウールよりも、うん、あの毛玉ってどうしてもウールとかそういう繊維、うん、あの毛のものだとどうしても出るんですけど、うん、できないわけじゃないんですけど、うん、できた時に繊維がすごい素直な感じで、うん、毛玉とかがささっと、うん、あの取って手入れがすごいしやすい感じは、感じました。あ、でもそれはすごい嬉しいですよね、うん、じゃあ来た後ちょっと軽く本当にあのブラッシングしてもらって、で、それで、はい、あの、お手入れすると、本当綺麗な感じで来ていただけるっていう感じですよね。はい、うん、そうです、うん。ありがとうございます。はい、ちなみに、あの、今、またそばに佐藤さんいらっしゃいます。あ、はい、佐藤さんは、はい、女性な、女性目線だと、一番おすすめアイテムとかは、はい、私、今、今日ブルー着てるんですけども、うんうんうん、あの、いいですね。もうなんか、いい着るとほっこり今しておりまして、うんうん、色もね黒白なので、うん、本当にあのシーン問わず、うん、どこでも着ていただき、ね、着ていただけるお色味なんで、うん、本当女性には、うん、あのまあ男性もすごいかっこよく着てもらえるアイテムですけども、うん、おすすめです。あの合わせやすい形なので、うん、お手持ちのものとかもあのスッとコーディネートしやすいと思います。ありがとうございます。はい、というわけでね、じゃあ、昨日からね、ご紹介をさせていただいているアルパカシリーズですが、12月22日までギフト展開催させていただいていて、あの、これから週末もあるので、皆さん楽しみにいらしてくださるんじゃないかなと思うんですが、最後に玉木口さんと山下さんから、これからいらしてくださる方に一言いただいてもいいですか？はい。はい。そうですね。ね、寒い季節にね、なんか、あまりこう本当にベーシックな黒と白なんで、うん、いろんなコーディネートに合わせやすいものになってますので、うん、あのそのコーディネートいろいろ楽しんでもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。生まれてしまった、どうしようか。あのアイディア、違う、うちの作品、あのみんなそうなんですけど、うん、うちの作品このアルパカもあの直接触ってもらったら、うん、あのすんごいあの伝わると思うので、ぜひあの来て直接触れてみてもらえたらと思います。はい、ありがとうございます。そして最後に私もう一個聞きたかったことがあるんだけど、聞いてもいいですか？はい、大丈夫そう。あの玉木二目といえばやっぱり色がカラフルっていうのが特徴じゃないですか。はい、だけど今回アルパカシリーズは黒と白じゃないですか。はい、それって来年以降とかカラフルなものが出たりとかするんですか？ね、それともアルパカが黒、ね、まだね、ちょっと来年以降のことは、うんうん、今話まだそうなんですよ。うんうんうん、今後の展開もいろいろとは、うん、少しずつは話はしてるんですけど、うん、じゃあ来年以降またどんな展開が生まれるのか、私もお客様もとても楽しみにしておりますので、はい、これからも素敵なものづくり続けてください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もありがとうございました。ありがとうございました。最後バッテンで、はい、じゃあバッテンをしていただいてよろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、というわけで今日は、玉木二目の、谷口さん、それから山下さん、そして佐藤さんもねちょっと出てくださっていろいろとおしゃべりをさせていただきました。でも本当にあの皆さんおっしゃってたんですけれども、これアルパカシリーズはもうめちゃめちゃ着心地がよくって、でそれでいてこの色合いだったりとか、いつものウールとはまた全く違う魅力があるので、ぜひね皆さんご覧にいらしていただけたらと思います。でただちょっとね本当に人気なのでどんどん旅立っていて、白系だともうあとラスト1点こちらだけになるので、なんか玉木さんでも白がすごい人気らしいんですよね。なので気になる方いらっしゃったら、早めのご来店をお勧めしております。で、今回のギフト展は、昨日から、12月22日まで開催させていただいています。でオンラインショップの方でも、明日からクリポテラのタイツと、それからリリーフェアの靴下とパンツをご紹介をさせていただこうと思っておりますので、もしよかったらね遠方の方もね、楽しみにしていてください。すごい今日ねコメント皆さんいっぱいくれていてありがとうございます。ちょっとね振り返れなかったので今ザザザッとねちょっとコメント読ませていただきますね。すごい今日たくさん皆さん聞いてくださっていて、ちょっと全部最初からちょっと戻れない感じで、
キヨさん、アルパカの毛は毛玉になりにくいんでしたっけ？そうなんです。さっきね、谷口さんもおっしゃったんですが、ウールに比べると、毛玉になりにくいってね、お話ね、くださっておりました。そして、金木星さん、アルパカシリーズとても気になりました。キヨさん、私のアイコン、アルパカなんです。そうですね、知ってましたよ。ね、本当ぜひ皆さん、ポキさん、グルドゥの白はありますか？ありがとうございます。ちょっと待ってね。グルドゥがね、グルドゥと、それからカリッと、お取り扱いさせていただいていたんですけど、こちらもね、昨日で白が全部ちょっと売り切れてしまって、黒の、グーズーとカニットの方はまだ、ご用意がございますので、もしよかったらお立ち寄りください。はい、というわけで、今日はこの後12時からお店オープンいたしますので、皆さんのご来店お待ちしております。いつも聞いてくださってありがとうございます。